おはようございます西田航です。えー、7月15日金曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうか。今日は天気悪いですね雨でっていうところでえっ、ー、と今日なんですけどもキヤノンさんからねいろいろ、えー、お借りすることができまして。 おありがとうございますキャノンさん、えーと。皆様のお役に立てるようにね、いろいろと、えー、レビューしていこうかなとは思っております。かなり多く借りれました。今日は金曜日というところもありまして、えー、と今日の今日でのね、えー、メインチャンネルでの方の動画は今日は西田塾の動画になっておりますので、スタジオワークですね、えー、スタジオでのライティングを夏の光を作るにはどうすればいいのかっていう、まあえー、西田塾ならではの動画を出そうと思ってますので、スタジオワークなどに、ね、興味がある えー、方々は、ね、ぜひとも西田塾覗いてみてください。で、えー、とそう無料とか今日出せないということもありまして、ジャンときました、はいえー。今月末発売予定の EOSR10 というところですね、いや、なかなかすごいですよ、410g、やはりめちゃくちゃ軽いし、すごいですよね。これ、えー、と10万円ちょっとのカメラなんですが、メカシャッタっ15コマ、すごいですよね。 これは確かに R6R5 よりもメカシャッター上っていうのは分かりますね体感値として、えー、ともちろんそしてサルんですけどもまた、えー、R7 もねキヤノンさんからお借りすることができまして、えー、こういったサイドバイサイドもできますしあとは、えー、やはりね R10 ユーザーの方は、えー、フルサイズだと EOSRP との違いっていうところも気になってると思いますのでまあ単純に AF の精度ポイントと このレススポンスですよねまあ別に連写じゃなくてもこのポテンシャルがあるっていうことは逆に言うとこれですよねうんやはりまあこのの切れに関してはねやはり R7 のが上かな感じとすればちょっとお待ちくださいね ああち,ょっとちょっと言えないかまあレスポンスはやっぱりね当たり前ですが R7 の上かなこんな感じですねただいざ連射になるっていう時にガーッと追っかけてトラッキングしてっていうふうになるとまあやはり本気出せば ガーッとそその瞬間を記録すするっていうう意味でで良さそうですねずっと多分追っかけてくれるでしょうまあ AF のパワーはね R7 も相当ありましたからそういった意味でどうなることやらっていうところですがまあいずれにせよこの軽いっていうところが大きいかなとあとレンズに関しては、えー、2本ねお借りしておりますこちらが、えー、RFS の1845ですねでこっちが RFS の18150っていうところで。 まあ今回ねここのレンズ僕結構気になってて EFM の時代からねここのあの1845と言いますかこの標準域のめちゃくちゃコンパクトで軽いレンズですよねこんな感じでプラマウントではあるんですけれどもここをくっつけるとどれぐらいだまあ多分 500g 台ですねとにかく軽いめっちゃ軽いのでこれどうだったっけなこうやって押し出して押し出してあれですねこれ ロックはかかんなない仕組みになってますね前は確か EFM はここで一回カチッとなってロックを何か上げて何かこう戻すようなイメージがありましたが今回はその辺はなくっていう、まあ、作りもプラマウントの割には、まあ、この辺のトルク感もしっかりしてる感じはしますねまずはこのコンビでね APS-C、まあ、ちょっとズーム出てくるタイプでありますが 降りりりとかななコンパクトになりますのでねこの辺の辺ここういうい感じですよねこれでまずは攻めつつあとはさらにねこちら100400また久しぶりにねお借りすることができました RF の100400の F5.6F8 とかっていうところでねこれもまあ使えたらねどっかで R3 今これ収録してるのは EOS R3 なんですけども R3 とこの組み合わせとかも結構悪くないと思うんですよね。 なのでまあ、もちろんね R7 と組み合わせてこの野鳥みたいなところもいいんですが申し訳ございません僕ちょっとそういうのが <laughs> 取れないものでで、えー、なので僕なりのっていうところで何かあればこの、まあ、R6 とかにつけてこれで、えー、マチスナップも面白いかなとかね100400をこれが確か 700g670g でしょうで R6 をくっつけても 1.4kg ぐらいの装備だから。 それでね100-400のマチスナップっていうとまた違う世界が撮れたりすると思うのでそういった使い方もちょっとしてみようかなと以前ねこれをお借りした時は R5 使ってみたんですよで僕のゲイズのね写真集にも入ってはいるんですけれどもなので R6 あたりでとか、まあ、R3 も面白いとは思うんですけどねまあ動き物とかの時は R3 の方が良さそうだけどまあちょっと 結構ねえー、っと時間スケジュール的にはねまあ比較的そんなずっと借りれてるわけではないので、えー、限られた中でねどうしていくかっていうところを今からちょっと構築していこうかなと思っておりますまあ、あとは明日、えー、こちらの、えー、明日ですね7月16日土曜日の夜 の9時かからメイインンチャンネルの方でライブ配信ままたやろうかなと思ってますこの R10 をまあ皆様とね、こういったとこ見てほしいとか、こうだよね、ああだよねとか、いつも通り多くのレンズ群がありますから、そういう R10 にこういうのつけたらどうだろうとか、バランスとか、えー、雰囲気とか、そういったところを皆様にね、お届けできたらいいのかなと。やはりライブ配信、この間、こちらの R7 の時にね、ライブ配信した時に、かなり多くの方にもお集まりいただいたんですけれども、 やはりライブでコメントいただきながらそのコメントを吸い上げてタイムリーにねあじゃあこうだねああだねとか皆様とコミュニケーションを取りながら、えー、このカメラの機種を、えー、いろいろとやっていくとですねかなり自分一人でやるよりも見えてくるところがかなり多かったのでね皆様のお役にも立てますし僕自身もあそういった 使い方ねなるほどとかこの組み合わせ確かに面白いねとかっていう共有ができますとね非常に、えー、この R10 っていうところもまあ間もなく発売でしょうから発売日はまだ、えー、この7月15日現在では出ていませんけれどもおそらくは えまあ、来週、再来週、まあ、そうですね、来週ぐらいにはおそらく発売するんじゃないかと、これ、ごめんなさい、予想なのでね、えー、いずれにせよ、今月中には発売ということなので、いよいよ EOSR10 もね、皆様にタイムリーな情報と、えー、発売前の情報をね、細かくお届けできたらいいかなと思っております。あとは、まあ、えー、ライブ配信だけにとどまらずね、まずはこれを持ってみた。 感想ととといいますかファーストインンプレッションというところちょっと今から触ってみて、えー、明日の土曜日かな、明日の土曜日のメインチャンネルの方の、まずは18時に出します動画でもね、ファーストインプレッションということで、皆様にまずはお届けしようかなと思っておりますので、えー、いずれにせよ明日のね夜21時、皆様もしお時間あればお集まりいただいて、この EOSR10、そして、えー、こちらの R7、気になるところもまた深掘りできますし、で、ひいては、えー R3 ですとか R65RRP とか全部機種がありますからねレンズもほぼほぼ、えー、と高級ラインナップ系 L レンズに関してはほぼ所有しておりますからその辺もある意味ショールームのような形でライブ配信を配信できるかなと思っておりますのでフレキシブルにね対応できるように。 皆様と楽しい時間を明日、えー、と7月16日の21時メインチャンネルの方でライブ配信お届けできたらと思ってます EOSR10 を中心にね皆様にお届けしようと思っておりますのでキャノンさんありがとうございます多くの機種お借りできましてこんな形でねでまあ僕自身ももう一度最近はちょっとライカが多かったものですからとはいえライカもねちょっと新しいものがちゃんと後ろに っていう感じではあるんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと今週、今月はキャノン、キャノンマン、キャノンウィークといいますかね、えー、やっていこうかなと思っております。キャノンユーザーの皆様、えー、楽しんでいただけたらと思っております。それではね、今日も健やかにお過ごしください。西田哲さん、どうも。